待って、安定しません。こんばんはです。お、来た来た。以上、どうもどうも、福です。遅くなりました。福はバハバハです。カズリンくんもありがとう。ビャー昨日はね、夜配信できなかったんですけど、あ、そうそう、明日明日よろしくっていうショールームの番組をやります。近所の家で永遠に目覚まし時計になってる。マジか。公演楽しかった、ありがとうね。カオタンさんの卒業行きたかったわ。おお、ちょっとそれ何時からやろうかな。明日明日何時でもできるんだよね。あ、でもちょっとバレンタインのメンバーにあげるチョコ買いに行きたいから、その時間がどうしよっかな。メンバーに配るアンパンマンチョコ買いに行く以外は暇です。8時半。あ、でもね、それぐらいにしようと思った。8時過ぎから8時半か9時ぐらいからやって、それあとそのまま自分の配信しようと思ってたから。でも夜にね、しますよ。誰に回そうかな。誰に回すか考えとかなきゃ。四国メンバーにやろう。渡そう。クアトロ外れました。あ、クアトロフェス大丈夫。フェス外れた人、また四国の公演決まったわ。めぐりのマイケル誕生日じゃなかったっけ。なんかその辺違う。3月どうだっけ。違うっけ。うどんのありがとう。あ、プレゼント当たった。イエーイ、大事にしてちょい。福田のこともよろしくね。フェス投げ忘れた。とりあえずちょっとまた待って。マイキーは4月、あ、1ヶ月違ったわ考えが。じゃあ明日つぶやこう。決まりました。でもまだ申し込み始まってないですよね。まだだった。申し込み始まってないですよね。お前楽しかったよ、ありがとう。嬉しい。ブログ読んだ。あ、ブログ更新されとった。イエーイ。そうそう、私マイケルと1週と4月の3日2日、最初の方ちょっと待ってね。充電がない。今日かわいい。ほんと？なんだろう、服がピンクだから日曜の香川で初めて STU 見てハマりました。大阪徳島追いかけます。えー、嬉しい、ありがとう。香川で好きになってくれたのね、ありがとうね。あの時ギャーギャーなんか煽ってた福田です。あ、ピカチュウがいるからか。いい働きしたね。サッカーユニはまゆゆさんの、渡辺まゆさんのです。福ちゃんいつの間に肌黄色くなったの。これはピカチュウ、服じゃない。よりかわいい。さっき慌ててメイクした。顔面の調子が良しいつもいいって言いなよ体裁だけども。ハイパーくんありがとう。ビア高松行けんかった。ありゃりゃりゃ、ね、いつも可愛いよね。
そうだよ、そう言わなきゃダメだよ。もうえ、ドラマ見てる？みんなドラマさ、まあみんな見らんのやけどさ、五歳行っていうねドラマだけ見とってね、久々にめっちゃおもろい。ああいう系好き。いい話だった、思いはがけず。あと実家から漫画いっぱい持って帰ってきたから今読んでる、いっぱい。私もドラマ出ないんだけど、見ないんだけどさ、そうそう、マリコ様が出てるやつ、そうそう、あ、3年A組人気だよね。うどん食べた？うどん姫初見です。はじめまして。はじめまして。うどんちゃんです。ようやく。あ、握手取ってありがとう。バルティアン。ベアー、バルティアンありがとう。そう、今ね、握手券申し込みしてます。何の漫画？うらさみぷんぷんだよ。カラフルなのめっちゃ。カラフル。朝のにおさんのやすみぷん。もう号泣。うちゃんにハマって毎日動画見たらギガピンチ。やばい。ギガは大事だよね。みんな休みの日とかな、しおんけ、なんか休みの日のおすすめの過ごし方ある？全力ぐらい込んでありがとう。テロップに明日みょうよろって書こう。後輩が福ちゃんの握手買いまくってる、イエーイ。高松楽しかった。私も後ろの写真は岡田奈々さんと福田あかりです。違う、私もお仕事したいんだけどさ、明日何もないんよね。今日は空きとって、そう、配信時間決めてないんだよね。まだライブ行きたいよ。出航準備中出るの？陸上公園。陸上公園あんの？いつ？ごめん、そのレベル。陸上公園ある？いつ？っていうレベルだから分からん、ごめん。自分が出るかどうかも分かんない。瀬戸セブン行こうかな。明日じゃないか、明後日か。真ん中の表彰状はショールーム選抜の表彰状です。あー、口並べ頑張る。それな、口並べ頑張るわ。楽しいなりそう。え、嬉しい。なってなって、ありがとう。ゲリラライブしよう。いいね、ゲリラライブ。何のライブ行きたい？でもね、今週すごい豪華なんよね。そうそう、じゃあジュースカとかもあるし、はるか未来が完売してたからな、流行ってんなって感じ。FM 横浜も出る来週ね。21、22、3月6、7が陸上公演。あ、そうなの？あ、7つの会議公開したよ。7つの会議公開したの？え、見に行きたい。7並べ8位まで落ちてるよ。な、マジか。握手取りました、ありがとう。ラーメン二郎食べたことない。え、七並べ頑張ろう。じゃあ5位以内に入ろう、まず。え、ちょっとそんなに落ちてたの？ちょっとこの3日間の香川のバタバタで、賞味時期ね、1日5回ぐらいしかやってなかったの。だから150位ぐらいまで落ちちゃった。だからちょっと明日休みだから頑張るわ、1日中。ボンバーインいつだっけ？ボンバーインいつか分かんないけど、メーテルは来週。ユータツマク、ベアー、ありがとう。七
ステラメ頑張ろう。みんな福田推しで頑張ってください。お願いします。当たろう。明日は永遠やるわ。今日いっぱい寝たから明日早起きできる。頑張ろう。明日七並べ配信しようかな。あ、七並べ明日あれだわ。100位以内の人読むね明日で、メールに書くね。え、七つの会議公開されてるなら見に行こうかな。今日1時ぐらいに起きた。目覚ましかけずに起きたら1時ぐらいやってびっくりした。申し訳ない。え、ゲバントなの。またやった。ゲバント好き。あのサイズ感本当だ。七つの輝きと七並べ、七つながり、いいね。明日はミョウロあるし、ミョウロは普通の配信だから夜やけん、自分の配信は七並べ配信するのもありだね。ポケンチは3月17です。いや本当今日は人生舐め切った生活した。幸せ。でも来週めっちゃ忙しいんですよ、ありがたいことに。やっぱまあ発売日があるからね、 CD の。あ、電話一度も出るよ、待ってる。あ、確かに明日ミョウヨロっていうねやつであるから、ショールームみんな電話かけるかもしれんけん、ミョウヨロ中携帯出れるようにしといて。風を待つ待つ捕まえてます。ありがとう。誰に回そうかな。それならマナーモード解除しとき。そう、充電しといて。あと電波あるとこにいて、ちゃんと。地下とかいない。一人でラーメン屋さん行きますか。全然行くね。そう、歌コンも楽しみにしててください。やっぱさ、メンバーさ、もう大体回ったじゃん、ミョヨロ。だからもうメンバーに回すのはよくない？シンゴ。ハートありがとう。センコ。だから、副同士に回すわ、誰か。握手よろしくね、こちらこそ。今ね、そう、キャラアニさんで、AKB さんの握手会やってます。キャラアニで。よろしくお願いします。来てや。握手会。待ってますね。初塗り。たー、ありがとう。今日誕生日で年を重ねたのあかりちゃんですけど、誕生日なの？すごい。すごい。おめでとう。ありがとう。逆に誕生日プレゼントもらっちゃった。逆に誕生日プレゼントもらっちゃった。おめでとうございます。ありがとう。つのりハッピーバースデー。すごい、おめでたい。おめでたわですね。おめでたわ。すごい、みんながおめでたわ言ってる。おめでたわ。おめでとう。あかりは3月。そう、あかりは3月です。会いに行きます。会いに来て。マイバイ福田、あと1ヶ月ちょいで20歳になっちゃうね。10代のうちにこれはやっときみたいなことない？みんな、もしかしてもう配信終わる、やば、終わるね。10代のうちにこれはやっときみたいなことない？それ明日やるから。お母さんも誕生日でした。もうそれはおめでたい。違う、私明日とか休みだけどね。なんか10代の貴重な1日をこんな無駄に過ごしていいのかなって思ったり、なんか本当に思うわけ。一番さ、人生でさ、キャッピキャッピしてて、人生で一番輝かしくてフレッシュでピチピチな時期をさ、何してんだろう、一日中ベッドの上でお笑い番組見て。まあ素晴らしい人生だけど、それもマジで本当に何してんだろうなって思うの。だって別に
ベッドの上でダラダラなんて何歳でもできるじゃん。だからどうしようと思ってね、本当にキャピキャピが古い、本当にもうこの若い一番貴重なか、なんか輝かしい時期をさ、まあ、どの人種どの年齢ももちろん輝かしいけど、まあ、一般的にね、かがあの一番若い時期をさ、何こんな一日中無駄に過ごしてんだろうと思うとマジで虚しくて、本当に私何してんだろうってなるわけですよ、休みの日。でもライブとか握手会とかあったらさ、なんかあーちゃんとアイドルしてる嬉しいなってなるけど、本当休みの日どうしようってなってます。どうする、奈良から来ました、ありがとうございます。また来て、福田で決まり。いや人生1回で、バレーボールしたい。ちょっと明日日帰りハワイとか行ってこようかなぐらいの勢い。パスポート持ってないけどね、ちょっと明日日帰りでどっか行こうかな、日帰り京都とか行こうかな、京都、急に京都、日帰り瀬戸内巡り、日帰りで神戸とか行ってこうかな、神戸とかコペルミナリへ行ってこうかな。ありだね、日帰り京都、いかいか、明日明日よろしくやるんだった。ああ明日よろしくやるんだったよ。じゃあ今日おばあちゃん誕生日だったんですけど、おばあちゃんあの北九に住んでるんですけど、だから北九行こうと思ったんですよ。そしたらおばあちゃん、おじいちゃんとさ、お誕生日記念でさ旅行行ってるって言って、今旅館なうみたいなこと言われて、うわもうめっちゃいい夫婦やんと思いながら、そうだから北九にはちょっと北九行こうと思ったんだけど、本当はお買い物できるし、でも今セールの時期じゃないもんね。そう行けず、いやマジで可愛いよね。いやーどうしよう、みゃやろ、宮島アブくんありがとう、ベアありがとう。制服ディズニー急に一人で聖地巡礼しますか、いいね、ありだね。みゃやろをつなぎに行く、じゃあ、みょうろも電話でつなぐけど、明日はガチでつなぎに行く、みょうろメンバーに。四国行きたいけど、行ったばっかりだからな。あ、うどん打つのありだね。でも、うどんか。猫島行ってきたら、ありありあり。ちょっとなんか、いやゲリラライブしたいけど、なんか試みをしないと無駄すぎる。明よろ、あ、わかった、明日よろしくを10時間ぐらい配信するのどうね。AKB48 の明日よろしく10時間ぐらい配信する、どう、ありだね、あり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 じゃん、どう思う、やってええの、いいでしょ別に、配信時間これ以上はダメとか書いてないでしょ。あ、そうするかも、もしかしたらそうするかもしれません。あ、てか iPad で電話できるかちょっと試したいから、ちょっと今誰かにかけよう。ゆらちゃんに会えないからさ、明日ゆらちゃんに、だから iPad、 みおやの端末がもらえないんよね、だからちょっと自分の携帯でパスワードだけ入れてやろうと思ったんだけど、そしたら iPad で電話しなきゃいけない、誰かにかけよう。あー、かけれない、
けれん。 LINE をログインしてない。あー、 LINE をログインしてないね。まあいいや、ちょっと配信頼もう。事務所行って端末取りに行くか。朝どう、もうこんな時間ですか。いやでも一回電話できたから多分できる。ピザ屋に電話かけたもんね、現代イベント時これでピザ屋に電話かけたもんね。だから大丈夫、できるはず。 LINE でかければいけるんだよ、あのアプリのやつじゃできないけど LINE だったらかけれるから大丈夫だ。てか端末取りに行こう、事務所に。10時間配信とかね、やるときね、だから2時間ぐらいは盛り上がるんだけど、間の6時間目ぐらいがめっちゃきついよね多分。妙夜がピザ屋に割るのは避けたい、それは避けたいな。惰性の時間が、そうなんですよ。明日ミュンでうどん打つか。あ、永遠七並べダメだよ、ミュンチよろしく。 STU のファン以外も見るんだから。きっと夜朝の5時にやんない。3時間ぐらいが最長だった。ちょっとそれは超えたいな。何のために。おやすみ。壇上読も、壇上読もっていうかランキング読も。石亀のたっちゃん、やんしげ焼き、黒白肉まん、原たく、アルミン、滝野由美子、神吉、お金持ち先輩、ウータ、シンゴ、月指たぬき、青によし、ハイパーつのり。ちょっと待って、声に出してないけどみんなのそのプロフィールのメッセージを読んでます。するオッケー、ありがとう。じゃあ私が福田は照らせてほしいって言ってね、行きます。鬼は外、福田はスターチ、サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。疲れんこ、おやすみみんゼミです。ありがとうございます。明日の配信は夕方か夜にする。早めに予約入れます。短くてすいません、配信。お疲れんこんです。ありがとう、来てくれて。あと3分あるのね。うどんでした。キャラウニさんで握手会やってるんで握手券取ってください、よろしくお願いします。浴衣祭りとかあるし、とりあえずめちゃくちゃ楽しみにしてますのでよろしくお願いします。お、今治も行く。そう、四国観光大使のライブもまた決まったんで、みんな予定開けといてね、予定開けといてね、来てね。あ、ずんちゃんからリップ来た、返そう。握手会申し込みしようか、毎日してや。お願いします、待ってます。よろは夜です。何時からしようか決めてません。早めに予約入れます。予約の時間、ショールの時間が決められないけど、ちょっとそれぐらい許してよ。ありがとうございました、またね。ありがとうございました、好きよ。バイバイ。
た明日ね。明日も頑張りましょう。お仕事学校頑張って。バイバーイ。